ちゃん、ちゃん、あ、言っていいの、癒しですね。柔らかいスタートです、癒しから入りますけども、ありがたいです。はい、さあ、プロ野球も、はい、交流戦ももう終盤から終盤にかけてますけど、今もう終盤だな、もう終盤ですかね、はい、向かってきてますけれども、うん、どうですか、豊さん、なんか印象としては、この交流戦見てて、ね、今、うん、この特にさ、はい、終盤の波乱が多すぎるな。あ、結構、最終回になんか、結構見ますね。多いな、多いですね。だから一つにね、勝ったと思うのが早すぎるチームもある。あ、うん、いや、もうそのままそんなの抑え出しがいいのにさ、はい、まあまあ、疲労とかも確かにあるよ、はい、点差があったら、まあ、中日みたいに点差がありゃ、はい、他のピッチャーで賄いたいっていう気持ちも分かる、はい、だけどさ、やっぱパ・リーグは要警戒しておかないと、うん、ロッテ中日戦で限るとさ、まあ言うけど、逆転ひっくり返されたよな、何対何だっけ、結局あの6点差です、最終回。そうだよな、はい、会った時お前ムッとしてたもんな、顔7人、いやもう本当に7人とかお前俺に喧嘩売ってんのかっていうの顔してダバさんとか言うから、いやもう本当に今日勘弁しちゃう、伊沢さんのせいだよ、いやだけどさ、はい、ロッテの特徴ってこの交流戦にかけては、はい、やっぱ7、8、9で点を取る確率ってものすごいあるチームなんだよ、うん、確かに終盤で結構取るイメージありますね、あるでしょ、はい、まあ、実際取ってんだよ、はい、そしたらやっぱもうすぐすんなり抑えでいいだろう、それとあそこの球場はやっぱね、慣れてないとコントロール効かない、風がある日は特に、これなんでかというと、あれ旗関係なく風がバックネットに当たってピッチャーの返ってくるんだよ、だからピッチャーは常に逆風で投げてんだよ、だから綺麗なフォーシームっていうのはなんかこう沈まなくて風に乗って伸びていく感じがする、で変化球は切れるんだよ、高めにはいく、変化球はコントロールがつかない、うん、そしたらやっぱ慣れてないピッチャーじゃないとやっぱね無理だよ、やっぱ警戒、そこまで神経をさ研ぎ澄まして考えてあげないと、そうっすね、うん、それはね、使われるピッチャーも使われるピッチャーで、柳がいいこと言った、柳が千葉マリンは風が強いと、だから変化球がより曲がると、だから登板の前に変化球を多めに練習したっていう、はい、おー、だから実際その通りにフォークだとかカーブだとかで三振多く取ったんだよ、いや勝ちましたからね、自分は、うん、でもそういう柳みたいな意識が他のピッチャーにあったかっていう話だ、まあ見た感じ、まあなかったでしょうね、っていう、いやだから俺なんて言うかっていうとさ、中日はさ、もったいないって、だから勝てるっつうでも俺、向きになったってしょうがないんだよ、怒ってますよ、怒ってないですよ、みんな怒ってますよ、こいつの怒りはさ、名言の怒りが俺に映ったって、はい、リゼンしたんすか、まあ、確かにセリーグのピッチャーがマリン行った時に結構高めに上ずっていったりとかっていう、そこで捉えられたりとかっていうのが今回すごい目立つなっていうのは、柳が投げた時に、実際風はあんまりなかったんだけどね風はあんまりなかったんだけどでもそういう意識が勝たせるわけですよ、意識が大事ってことですね、準備力ってことですもんね、しかもちゃんとマウンド立って投げないと分かんないですもんね、実際だから日曜日は実際風が強かったと思う、ああなるほど、ね、そうなってくると、はい、やっぱね、何点差だろうがセーブをつかなかろうがやっぱ締めるとこは締めとかないと、しっかり、はい、この一勝ってやっぱでかいよ、ですね、で交流戦見て悔しかったのが、はい、俺石川大好きだって言ってたね、ずっと言ってましたね、系統ですよね、系統セーブね、もう本当見事に抑えてったよ、はい、よかったですよ、ね、もうベテランの味っていうか、はい、ベテランじゃない石川の味を満載、はい、ね、もう何食っても美味しいみたいなそんな感じで投げてきてたよ、はいはい、味があると、うん、で最年長関東とか、はいはいはい、ね、ヤクルト史上初の、はい、とか言うけど、うん、まあ、関東はしなくて別にいいと、余力は残して次の登板に、はいはいはい、もうそれでいいじゃない、記録なんかどうでもいい、石川が勝ちゃいい、うん、ここはさ、おいみたいな、おいみたいな言っちゃいました、実際もうそれ見た瞬間、いやだからあれ誰とスイッチしたのかな、梅野、梅野ですよね、あ、はい、あれもやっぱもうちょっと早く踏ん切りつかないとな、つけないとな、ちょっと引っ張りすぎましたよね、あの試合はね、そんな感じが、だから石川が勝てず、ひっくり返されて、またひっくり返して、うん、他のやつが勝ったという
いやなんだ石川に勝たしてよ頼むからっていう思いが内容は良かったとしてもやっぱその一生はやっぱつけてあげたいってことですよね。楽天対広島、はいはいはいね、どこだか投げた、はい、立ち上がり1イニング3発ホームラン、なんか6点か7点か取られて、はい、1回満分7円かで降りたんだよ、はい、泣いちゃってんの、あーやってましたね、ちょっと待てと、あら野手が泣きたいぐらいだよ、お前レボールから3発ガンガンガン打たれてよ、そう変えられるピッチャーはいいよ、まあ、もう休めっていうから、ね、お前使い物になんないって野手お前それ尻拭いしなきゃいけないよ、何なの、いや俺が野手だったらてめえもう泣くんだったら裏で泣けっていや俺は思うよ、お前何日間ローテーションがあってお前何してたんだって話じゃない、何泣いてんだってこっちが泣きたいよって、お前あとのお前8イニングどうしてくれるんだって、それは必死に追っかけていくよ、でもさ今の現状の広島、まあ、調子悪かったから、ね、打線が泣きたいのは打線だよお前確かにすみません、空中戦とかになるともう悪いなんか僕が怒られてる気になっちゃいましたけど野手どうしようもないですもん、確かに上飛んでるんですもんね、いやもう取り返さなきゃいけないですからね、ブラッシュなんか半端なかったからいや本当あの人は何なんですか、すごいなんかもうこのでも系統策っていうのはやっぱ難しい、いやもちろんどうですか、多分監督の采配の中で一番系統が難しいっていう、いや難しいって言うけど、はい、やっぱ勇気がいるんだよ、そうですね、うん、もちろんやっぱベンチ内と話し合いをするわけじゃないですか、もちろんコーチと監督とね、どうやって変えると、まあいろいろデータだとかいろんなことがあるじゃん、はいはい、どうやって変えるの、決めてみたいなこと、決めて勝負ごとって、へえ、人間性、その使う選手、はい、やる気あるやつお前のねはやめましょう、いやダメですよ、いやあのね勘なんだよ、もちろんデータもあるよ、はい、データもあるけどやっぱりね監督っていうのはそのぐらいの研ぎ澄まされた勘を持ってるわけだもん、まあ、直感ってことですか、うん、だから例えばあの、まあ、直感も大事にしなきゃいけないけど、その時に受けるやっぱ勘なんだよ、うん、連敗中の監督ってめちゃくちゃ悪いよ、踏ん切りが、あ見といてみ、でも強いこうなんていうのテンポよくいってるチームの監督って勘がいい、あこれは経験も必要、はい、なるほど、だから原監督の決断というのは早い、うん、これ経験が成してるわけ、ただ勘が鋭いか鋭くないかっていうのは別問題として、はい、でも勘が鈍いのはやっぱあの連敗中の監督だな、チームが下手ってる時の、いろんなこと考えちゃうんだ、だからそれじゃダメだと、勘が大事ってことですね、やっぱね、はい、孫子の本とかでもやっぱ最後の勝負に受けることで何が大切かというと、はい、指揮官の勘だって書いてある、じゃあデータももちろんある、はい、データって過去のことじゃん、はい、だけど今起こってることに当てはまるかどうかっていうのはやっぱ勘なんだよ、だからその勘がやっぱ冴えてないから、じゃたまにそのコーチの人方々はその監督がじゃあいやこいつで行こうっていう時に大丈夫かっていう時もあるってことですか、うん、だからそれは拒否しないと、はい、いやだから大したことがない時は、はいはい、それはもちろんコーチの言うことも、まあ、一理あると思ったら使う時もあるよ、はい、でもここ勝負って言った時には絶対自分の勘を頼ると思う、あだって自分が責任を、まあ、そうだあの被るわけだ、はい、だからそういった意味では勘というのは大切だ、勘中田さんは勘いい方なんですか、確かにそのコーチで支えた時あるじゃないですか、うん、あの時はおいマジかっていう最大時とおなるほどっていう、まあやっぱり人だからさ、やっぱそれぞれの勘はあるよね、ただやっぱりチームが弱いところの監督だったから、その勘が外れるよね、いや違う、はい、中田さんの勘が悪いっていうんじゃなくて、はいはい、弱いっていうのはいろんな事故が起こってるわけよ、はいはい、そうなってくるといろんなもう事故を起こしたくないということでいろいろ迷っちゃうわけよ、はい、まあそういうことで勘が鈍るということ、うまくいってるところはこうやったこいつはまた今日やる、
こうやる、うん、はい、そういう勘が働くけど、でも弱くても勘が良かった、うん、工夫したっていうのはやっぱ野村さんだな。ああ、なるほど。だからここはやっぱりそうやって強くしていったと。だからね、解説を聞いてたら大体わかる。この人は勘がいい人だなって、うん、この人は勘が悪いなとか、うん、全く脳幹事とかよくわかる。解説からもこう読み取れるんですか。やっぱりね、はい、思考は言葉になるんだよ、はいはいはい、ね、はい、考えてることは、はい、そしたらやっぱ解説を聞いてたら、あ、こいつはいい監督になるとか、うん、そういうのはわかる。おお、やっぱ勘というのはね、はい、あのバカにしちゃいかんし、ね、これはね簡単に片付けられるものではない、うん、今 AI に向かってる、はい、AI も確かに過去のデータあれして推測もするようになるので、はい、だからそれも正しいかもわからないけど、やっぱね第六感って人間と持ってるんだ、はい、それをやっぱ研ぎ澄まして、それを大事にしてほしいなって俺は思うね。これから最後は監督のやっぱりこの第六感勘でやっぱり、そうで、勝負事は最後の、いやまあ野球は特にそうだけど、ゲームセットというまで勝った気持ちは捨てろっていう。あ、おお、出ました。久しぶりに久しぶりにいただきました。あ、ちょっと忘れた。